こんにちは、岩田です。この動画ではクロマチックノーテーション3線譜をフィナーレで作成する時の音吹き号の変更方法を解説していきたいと思います。3線譜を自分で作ってみたいという方はぜひ参考にしてみてください。3線譜についての詳細は概要欄にリンクを載せていますので、そちらをご覧ください。フィナーレで3線譜を作成する際はホームページよりフィナーレ用白3線譜ファイルをダウンロードしてご利用ください。ダウンロードしたフィナーレ用白3線譜の大譜表ファイルはデフォルト音吹き号が上の段が5、下の段が3になっています。3線譜は1オクターブ内の音の位置が決まっているため、音吹き号の数字の違いが音域の違いになります。同じ位置でも音吹き号を変えることで音の高さを変えて起譜することができます。フィナーレで音吹き号を変更する方法は2通りあります。音吹き号を変えて見た目だけを変える方法と、小節のスタイルそのものの設定を変える方法です。1. 見た目だけを変える方法の場合は、音を再生しても音域は変わりません。そのため再生音域を変えたい場合はオクターバーを非表示で使用します。この方法のメリットは音符単位で変更ができるというところです。小節内の一部を変えたい場合などに便利な方法です。デメリットは再生音域を変えたい場合、2オクターブ以上の変更ができないというところです。オクターバーが2オクターブまでしかないためです。2. 小節のスタイルそのものを変えるやり方の場合は、パーカッションマップを使います。クロマ1からクロマ7は、音吹き号1から7の音の高さに設定してあります。変更したい小節を選択して指定してあげることで、小節が音吹き号の高さになります。この方法のメリットは、1から7までの音吹き号が小節そのものに設定できるため、正しい音の高さで入力ができるというところです。広い範囲の設定にはとても便利です。デメリットは小節単位での変更となり、また1小節のみの変更はできないというところです。それでは早速順番にやっていきたいと思います。使う楽譜はこちらです。5小節から8小節までを上の段を4、下の段を2にしていきます。まずは1、見た目だけを変更する方法です。修正する範囲の音吹き号を音吹き号ツールで変更します。同じく下の段も変更します。音吹き号を変更したら、変更したい範囲の小節を一度5線譜にコピーペーストします。5線譜上でオクターブ上に移調します。そして再度3線譜にコピーペーストします。変更する部分が少ない場合は、3線譜内で音符を移動しても OK です。同じく下の段も変更します。楽譜だけ必要な場合はこのままでもいいのですが、再生音域は違ったままです。音吹き号に合わせるためにオクターバーを使用します。この場合、実際の音はオクターブ低い音のため、下につけます。これで正しい音域になりました。この状態だと、オクターバーが見えているので、非表示にします。これで完成です。次に、2小節のスタイルそのものを変える方法です。変更する小節を選択します。そして、ユーティリティ、楽器の部分変更を選択。デフォルトは鍵盤ハーモニカが当たっているため、それ以外の楽器を選択します。今回はシンセブラスを選択します。選択した小節が5線譜のデフォルトに変わるので、再設定し直します。スコアマネージャーをウィンドウから選択し表示します。上の段の三角を押すと設定したシンセブラスが出てきます。これを音吹き号4に設定をします。起譜スタイルはパーカッションに変更。パーカッションレイアウトが選択できるので、クロマ4を選択。
戦闘音符記号を4に変更。五線の種類で三線譜のレイアウトに修正をします。五線譜ツールの楽譜スタイルで変更することもできます。同じく下の段も変更します。これで完成です。はい、ということでフィナーレで三線譜の音符記号を変更する方法を解説しました。三線譜は音符記号を変えて寄付することによって自分が読みやすい楽譜にすることもできます。興味のある方はぜひ参考にしてみてください。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。